はい、皆さんポコニャチは。ポコニャチは。ポコニャンです。コムチンです。アニキーです。よしです。よろしくお願いします。お願いします。いやー、戻ってきたね。戻ってきたね、うん。やっと合流だね。まあ僕とヨシさんまあいたんですけども。そうだね。強制的に戻されることになったもんね。そう。あの、二人が無事、戦利品を持って帰ってきたんで、その確認をしましょうか、はいはい、まず。うん。うん、うん。そうなの、そうなの。なんかさ、うん。こんなんあったっけっていうものも入ってたんだけど、はいはい、そうそう、いろいろチェストに入れておいたんだけど、なんか見た、あれどんな感じ。あ、ちょっと待って待って、危ない危ない、ここやもうここやだ、あ、ほんとほんとまずね、はい、一番の目標だったのサボテン、そうね、うん、こちらね、あの使い切らないようにね、ちょっと分けとこう、確かにまずこれ栽培しとかんとかね、うん、そう、増やさなきゃいけないから、うん、途中で見つけたさ、人参とかじゃがいも、うん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 、この辺の食料もちゃんと増やしたい、はい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 、そうね、それはいいんだけど、なんか、うん、このトライデントなんてあったっけ。そうそう、なんかフォークみたいなやつが落ちたから拾ったんだけど、言わんかい、その時に。おお、報告しろや嘘でしょ、これめちゃくちゃレアやでこれ 8.5% やぞ、うん、そうなのめちゃくちゃレアやで。いや、そんな責めなくても言わな、こういうことは、ちゃんと。しかもなんか余分なエンチャントもないし、こう付け放題じゃないよ。すげえいいじゃん。そうなんだ、これはね、レア。これを集めるために、うん、4、5時間使った時ありましたよね、なんか。あったマジでマジで。あったね、トラップ作ってね、うん、懐かしいね。うん、全然取れへんかったよね、これ。トラウマ、トラウマ級のトライデント。これは大変やったな。じゃん、トライデント僕が持つとどんな感じ。お、でけえおお、おお、でか、似合う似合う、いいやん、かわいいかわいい、でしょでしょ、体よりでけえこれ、今後大事に使いや。これまだでも耐久値ちょっと弱いってか壊れかけてるから、そうね、今は使わずに、うん、エンチャントしてからかな。そうやね、エンチャントしてから使ったらいいから、うんうん、今はまだしまっとき、とりあえずここに大事に置いときゃ。そうだね、なくすといけないから、うん、なくしたり壊したりするから、子供みたいだな、うん、子供野郎に。そうだったそうだった、子供野郎にそしたら、うん、そう、今日やりたいのはさっき言ったそのもう野菜を育てる場所、まあ、畑ですよね、うんうん、野菜ね、とか、はい、そもそも住みにくいんだ、ここ非常に、はいはいはい、そう、狭いし危険だしさ間違いないわ、確かに、うん、結構ね、ここに降りてくる途中でポコニャンが何回も死ぬからね。そう、うん、さっき収録外でもやらかしだからな。そうだね、やめてよくやらかすからな、マジで、うん、こいつ、そう、ここのダメージがすごいから、なので我々のそう健康のためにもちょっとここを住みやすくしたいね。そう、うんうんうん、ここも階段調味料になっとるけど、うん、ジャンプしない感じ、これお腹減るんよ。あ、確かに確かに、そうね、確かにね、うん、こっそらそらーっと行きたいね。そう、その辺を、うん、まあ、ちょこちょこっとよくしていこうの回ですね。オッケーオッケー、うん、いいねいいね、楽しそうだね、楽しそう、こういうのワクワクするよね、うん、ポコナガクラっぽいよね、この確かに確かに、はい、心差しのあんまり高くないところは視聴者さんにも言われてたもんね。そうやったっけ、こんなにやってどうするみたいなあれでもやりすぎたぐらいやった。そう、やりすぎやりすぎ、俺は申し訳なかったわとりあえず、あ、そうだ、その前にさ、うん、ベッド作らなあかんねん、ベッド。あ、そうだそうだ、目的のベッド。あ、そうだ、二人の、そうやったわ。じゃあこれちょっと、あ、そっか、ベッド分もあるから、サボテンをよさ2個だけ焼いてください。2個だけ2個だけ焼くのね。はい、オッケーオッケー、うん、2個だけ焼いて、あ、じゃあこの4つのサボテンちょっと育ててくるわ。はい、あ、そうですね、緑の染料と骨って誰か持ってる。骨は骨持ってないな俺。え、よしさん骨持ってないの。持ってないのよ、ちょっと。ないかな。え、いつものキャラ作りは。キャラ作りちゃうわ。あ、でもコップあるよ、コップ。ここに。あ、コップでいいか、じゃあ。うん。あれ？黄緑の染料ってコップじゃなかった？あ、ね、コップをさらに染料に変えないと。あ、コップからまずそうだ。白の染料。そうそうそう。ね。
あ、そういえばね、そうそう、そういえば今思い出したけど、はいはい、この間、コメント欄で見たんだけど、はい、黄緑の染料、シーピクルスでよくねって書いてあったわ。あ、そうなの？あ、それは僕も知らなかった。え？シーピクルスなんかでできるわけないじゃないですか、ヨシさん。いや、できるって書いてたもん、マジで。2人ぐらい書いてたよ。本当？あんなに苦労したのに。じゃあ、ほんとほんと。あ、でも、だとしても、うん、それだと、ポコニャの分ができないから、あ、ヨシさんの分か。まあそうだね、確かに。まああれはサボテンに行くのはもう必須というか、はい、どっちみちそうですね、そうそう、逃れられない運命でしたね、はいはい、セーフ。そうだね。それよりもそのシーピクルスなんかでいける、このシーピクルスも結構でも、うん、そんな簡単にはないよね。サンゴのとこじゃない？あ、そうなの。うん、ね、サンゴのとこなんか結局最後の方じゃないですか、サンゴの死体見つけたのも。そっか、ほんならまあどっちみち難しかったと。うん、我々のやってたことは正しかったってことだよね、つまり。はい、うん、無駄じゃなかった。あ、ほんと、すげえ心のダメージがすごかったです、それ見た時に。え早く教えてってはよ、はよ言ってくれ。はよ言ってくれってか、まあ、その人にとっては一番早く言ったんやろうけどな、コメント欄に見てから言ったんやで。確かに。じゃあ、ベッドどこに置きましょうね、うん、これ。ベッドね、まずちょっと、その部屋作りたいよね。こんな崖っぷちで。そうだよ、危なすぎる。うん。でも、横掘ると水出てくるし。あ、そんな感じか、もう。そうね、海の隣だもんね、もうこれ。どうする？これもう、真横が海なのか。ここだって海だもん。とりあえず、この水乗り、水で上り下りするのをやめましょうか。オッケー。賛成賛成、落ちて死ぬからね。ね。まあ、便利は便利なんだよね、これ。便利だね、これ。うん、便利なんやけど、そうすると、こう階段とか使わなくなるから。そうだよね、そうだよね、わかるわかる。うん。文明で生きていこうぜっていう。そういう感じだね。なんでこれちょっと蓋しましょうか、上。はーい。これもう途端に下に行きにくくなったもんな、これ。確かに、めちゃくちゃ行きづらい。蓋して、じゃあ。蓋するブロックが何？蓋するブロックはねえのか。蓋するブロックは、土か。っていうのがいいよね。鉄が全然ないんだな。鉄塊がちょっとあるぐらいだもんな。鉄はね、わー！何？大丈夫。鉄はね、こっちのなんか下の、あ、でも小道下のね、はい、こう縦穴っていうか、このよ横穴っていうの、ここも結構俺、いいなっていう、我々の住処としては。どこですか、さん。ここはいはいはい、ここ結構もう広けとるから、ここを活用して部屋にするっていうのも。よしさん、うん、本気で言ってますか？本気割とこういうなんか、狭い場所好きなのよ。いやいや、もう湿気がすごくて、なんか水が滴ってますよ、なんかジメジメする。すぐにカビ生えそうだもん。ほら、うわ、なんか水が。俺の部屋にしようかな、ここ。出た出た。そういうとこあるもんな、ヨシさん、ほんと。なんかわかるわかる。うん、自分だけ尖ろうっていうのがやっぱな。そうそうそう、わかる。尖るじゃなくて、ほんとに好きなんだよ、俺こういう地形が。はいはい、これこれ。わかる、ポコニャン。わかるわかる。あ、うっとしな、お前ら。凶暴すんな、マジで。ポコニャンの言うことに共感しかないけどね。鉄がねえっすよね。世の中ではなんか、その鉄線で、鉄を1000個集めるのを競い合うみたいな。へえ。楽しそう。そういう人種もいるみたいですよ。人種、あ、へえ。すごい民族だな。すごい戦闘民族ですよね。そんなに大変なの？千個は。いや、めちゃくちゃ大変だと思うよ。大変。あ、そうなんだ。え、一人千個？なんかそれが最初は罰ゲームだったりしたんですけど。歴史はちょっと読むと分かんなくて。苦行ですよね。いや、ほんとに。罰すぎるやろ、だってそれ。あの、罰ゲームってかもうただの罰だもんね、それ。ゲームってちょっと面白い的な意味があるはずやけどさ。何スタックいるんだろう。え、64だもんね、1スタックが。ってことは、10スタックで640。あ、ヨシさん、シャベル。鉄のシャベル。あ、ありがとう。ヨシさん、鉄のシャベル。あ、俺もらったよ。うん。なに、どういうこと？あ、欲しいの？あ、欲しいのな？はいはい。はい、どうぞどうぞどうぞ。ありがとう。言えや、ちゃんと。なんか、欲しいということを押し量れみたいな。いや、感じて。わあ、早いシャベル。早いよね。早いよ。鉄の方がはるかに早いと思う。え、すごい、これ。こんなのがあるの。だから、ダイヤモンドとかの方がもっと早いし。もう他の使えないじゃん、これ。でも、あの、金もめちゃくちゃ早いけど、耐久値がすげえ低いんだったよね、確か。そうっす。兄貴、金装備縛りにしたらいいんじゃないの？俺、うん、
すぐ壊れるのに。兄貴、これからツールも全部スキンで縛ったみたいな。コースト高えな。なのにめっちゃ壊れるっていう。成金装備いいね、いいね。成金。でも、兄貴がレギンス履いたとこ、今日一盛り上がってたよね。今日一で自分だけやろ。まあそうなんだけど。いや、懐かしかったな、あれ。あのハイウエスト。そうそう、あ、コミチンもすげえテンション上がってたからな。そうそうそう。ずっとコミチン、いいわーとか言って、テンション上がってたよね。うん。いい見とれるもんな、言うとった。おー、うっとりするで、やっぱ。うっとりする。ここ入り口だからちょっと分かりやすくしたいな。うん、綺麗にしたいですね。ここいつもだって見えんもん、俺忘れちゃうもん。そう、探さないかもね、うん、まず探すとこから。そうだよね、そう入り口部分ね。うん、見やすくしよう。なんか遠くからでも入り口ですよって分かるやつがいいな。うん、オッケーオッケー。石レンガとか。ああ、いいかもね。ここ入り口だよのなんか目印欲しいな、うん、欲しい。どんなんがいい。なんかかっこいいオブジェクト的な。オブジェクト。ほんでもさ、その石レンガみたいなコストかけれないからさ、うん、一旦でも高さ欲しいですよね。高さ、どっちみち、うん、はいはいはい。高さと色の違いが欲しいよね。向こうから見て緑だったら分かんないから。うん、そうね、うん、もう武骨な丸石でも一旦武骨な丸石、うん武骨やなこれ、マジで。武骨という言葉が本当にぴったりだな、これ。この丸石という素材は。文句言われてる。あ、なんか石のフェンスみたいなのあったよね、なんか。うん、あったあった。あ、丸石？あれは丸石でもできる？できるよ。あ、ほんと？これ作ろうかな。なんかさ、昔のポコナカクラで作ってたみたいな、みんなの顔のオブジェもいつか作りたいな。あー、いいやいいや。なんか作ったな、トーテムみたいなやつな。おー、あー、やりましたね、うん、そうこれさ、階段一旦丸石とかで作らんとあれかな。でもしっかり作りたい、兄貴。あー、どっちもいいですよ。素材をちゃんとしたい。作ろうと思ってました。おー、オッケーオッケー、じゃあ作ろうか。何でいく。黙って、自動的に作ってくれるな、兄貴。こだわりの。いいね、うん、兄貴はこうでなくちゃ。えんちゃん、丸石はな、もったいないんだよな、本当は。もったいない。丸石すらもったいない。そう、丸石大事やでさ。何やったかな、第2話とかでもなんか睡蓮かなんか。あ、はいはいはい、睡蓮の葉っぱ、あのゴミを捨てた時に一応持っとこうかなって持って帰っとったもんな、兄貴な。そうっす。睡蓮の葉って何に使うの？あ、もう捨てていいよ、すぐ。おしゃれ。何の役にもならんから。そっか、ゴミだね。じゃあ俺持っとくわ。俺一応持っとく。ボスんかい。偉いわ、偉い。葉っぱ。ポコナカのエコ係。エコですから。兄貴だけ荷物がたくさん持てるから、一人だけインベントリーが多いかと。何でも出てきますから。そうそう、何でも出てくる。ドラえもんのポケットか、兄貴のインベントリーか、どっちか。虫がねえなぁ。あ、飯、もう育てよう。そうか、育てようか、じゃあ。うん、育てよう。これってさ、サボテンってさ、一生育たんけど、これ2マス以上あげなかねえだっけ、アンキ。いや、育ちますよ、それで。これ、遅いだけ？遅いだけです。おー、こいつが育たんと俺の革装備が全然色入れんじゃないか。ベッドじゃないんかい。ベッドはもう多分。ベッドはもう作った。うん。木こりしてこう、木こり。うん。いろんなものが足りひんからな。そうなんですよ。あとは何が足りない感じ？全部いるけど。一番なんやろな、鉄かな、やっぱ。鉄か。鉄ね。マイニングするか。鉄やと思う。今、かまどでちょっとやりたよ。あ、ありがとう。でも全然ない。全然。あ、ほんとだ。これね、6個ぐらいだね。ちょっとマイニングするか。ブランチさんすか？ブランチしたくないけどな。え、なんでブランチマイニングって言わないの？ブランチさん。マイニングかブランチかどっちかで。うん、全部言わへんで、俺らぐらいになると。それはなんなん。ツーブッタやね、ツーブッタ。なるほど、ブッてるんだね。うん、だってツーだもん。こんだけやってたらもうツーブッてもいいんじゃない。もう知識はゼロになっとるけど、今もはや。鉄のさ、うん、出やすい高度ってあるの、高さって。高度かはちょっとそれは分かんないな。あ、分かんない。ダイヤはあったよね、うん、前だ、昔だったら11以下とかなんかそんななかったっけ。あ、12でやってました、僕は。12か。うん、昔あったよね。それがそのままなのかどうかが。そうだよね、昨今のマインクラフト業界では、界隈ではどうなっとるのか分からんな。うん、あ、鉄あった、一応マイニング3すればある程度出てくるんだ、これ。マイニング3。あ、
オッケーオッケー。あ、いいよ。でも8個ぐらい手にあったよ、一気に。あ、ナイスナイス。これ何マス占めるんやったっけ。あ、4マス。兄貴、でもここさ、うん、それで段差下がったところに作るとさ、モンスターとか湧いた時に踏まれるやん。あー、踏まれるね。行商人とかもちょっと開けた方がいい。若干段差をもうちょっと上にしたいな。上っていうか標準の高さに作りたいかな。あ、1個上。あ、でもね、水をね1個上上げないかんで、バケツがないんよね。バケツあるよ。ある。あ、ならそれでいい。鉄一応10個あったんで、ここ焼いときます。どこに鉄あった。下の前、うん、掘ってたところ。じゃあ、ちょっとマグもこの辺に。えい。あれ、水無限は3マスやれば OK やったっけ。あ、閉じんか。あ、OK、OK、真ん中を通る。あ、OK。よし。ここも埋めるか。あ、もう一個あげる。なんか、水用に水路をヒュッてやった時に、なんか穴開きそう。ここまでじゃあ、ガーッといく。うん。うん。あ、水がバーしちゃったよ、よし。何？なんで？次は何でしたか。あー、ちょっとどうする。やめろ、もういらんことすなって。もうよし、これでいい。こういう時はこの水の、そう、あの元を埋めれば大丈夫。了解。とりあえずね、1マスでいいから。水でもここでいいんじゃない。で、この周りに、うん、どう。あ、また水がバーしちゃった。ヨシさんにまた怒られるから黙っておこっと。なんとかなるよね。この周りだけ。さあ、あ、ダメやわ、兄貴ズ、これ。はいはいはい。これじゃ畑にならへんわ。え、なんで。ヨシさん、ちょっとヨシさん連れてきて。連れて行けんじゃんか。このディスコで繋がっとるで、ね、言ってくれれば俺行くから。いや、ちょっとアジキズ、ヨシさん連れてきて。どういうことやそれ。これは飛んだ血管畑になってまうわ。ちょっと待って、ヨシさんどこだ。行こう。あ、上か。あ、下か。もう、あの、見えるもん、あのコメントの誹謗中傷。何それ、ちょっと。そんなにもうがっかりしましたみたいな。もう こんな畑作ったらもう。マジ。そう、僕らの畑作りにはまあ、うん、はいはい、とにかく言われる筋じゃないんですけど、一個だけ、はい、大事なルールがあったと思うんですよ、上さん。大事なルール。はい、ちょっと待ってよ。なになに。うわっ、え、こないだボゴニャンがゾンビ村で見つけたダイヤやろ、これ、虎の子の。もったいねえ、マジで。では、新ヨシソードだ、新ヨシソード。そう、泣きながらもう、耕すかねえ。ヨシさん、そこ、しかも、違う、ヨシさん、あ、ここ違うか。この、周り4マスです。この周り、あ、この周り4マスね、もう。耕せ、耕せ。うわぁ、そう、あのダイヤで剣とか作りたかった、マジで。3つあったから、ツルハシも作れたんですけどね。うわぁ、ツルハシ。もったいねえ、マジで。絶対ツルハシの方がいいでしょ。まあでも、こうなったらこいつを最後まで大事にしていこう。そうですね、それヨシさん専用の武器なんで。オッケーオッケー。じゃあ、あのエンドラ戦もこれで戦うわ、俺。そうっすね。うん、兄貴ズは金装備やもんね。そうね、そうやね、金装備。そういう縛りで、いついかなる時もキャラを忘れんように。あれ、4マスか。1、2、3、4、ね、ってことはここまでか。そうです。あ、なんか後ろ燃えてる。え、何が。ほら、コミチンの後ろ後ろ。あ、あ、マグマ、危ない危ない。こんな、あ、燃えるんだ。草が燃える。へー、気をつけて。マッチ一本、火事の元だから気をつけて。せっかくしたこのフェンス燃えたら嫌だな。そうだね。これ何植えたの。これは、ジャガイモと人参。あ、でも兄貴ほら、これ兄貴専用武器あったわ、これ、ほら。お、かっこいいぞ、これは。どれどれ。耐久力1。そんないろいろ専用武器ありましたっけ。あったあった。ニサテ兄貴専用武器。あ、いいやん。ほら。かっこいいよ。この間拾った。ほら。ほら。わあ、なんか、エンチャントついてるよ。ああ、エンチャントついてる。いいでしょ。いいなぁ。なんでこんなちょっと微妙にこの2マスだけ開けとんの、ここ。これ、おしゃれポイントなの、これ。え、誰そこを削ったの、これ。わからんけど。これ、俺かな。おしゃれポイント。兄貴、石焼けとるで。あ、いいっすね、うん、でも、もう丸石でやっちゃってるから。あ、そうなの。いいの、いいの。まあ、いっか。あ、ヨシさん、サボテン大きくなってるよ。あ、マジで。オッケー。あ、ほんとや。よし、上だけ買って、その4つ、4つだけ手に入れればいいんだ、私もう。これ、サミハーで。いや、違う、これもう、ヨシソード。なるほど、なるほど。
素手で以上、素手で無駄に耐久値減る、もったいない。あ、ガラスとかも作りたいな、これ砂とかね。ね、砂はね、うん、ちょっと僕には砂をさ、これいっぱい取っといて、これで下で焼いてくれる。おう、任せて。もうそんぐらいの単純作業がちょうどいいよね。そうだね、うん。これチャボカも育てた方がいいんじゃない。飯が欲しいな。飯あげられるよ、もみじん。よし、ちょっと待って。ほんとですか。うん。え、かぼちゃってどうやって育てるんだっけ。これでいいの。もあ、かぼちゃは、種からですね。あ、種なの。これ自体をクラフトで種にするんですよ。あ、なるほど、種にしました。じゃあ ここに植えてみてください。はい、はい、お、種だらけの場所達成した、進捗。そしたらこの十字架どっかに咲くんで。あ、そうなんだ。そう、これは水がいらない。あ、めちゃくちゃいいじゃん。じゃあ、え、ってことはここにもう一回よし、こうしてこうすればいいってこと。まあそうですね。あれやったらもうここ一列バーってやっちゃって。あ、そういうことか。で、左右にどっちか咲くと思うんで。オッケー。あ、こんなとこで急にやり始めたけど、ここでよかったんかな。本当に大丈夫。ここでもね。急に不安になり始めた。え、例えばさ、こうしたらさ、はいはい、もう左側にしか生えないってこと。あ、そうです、左右に。そう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 。あ、うん、あ、オッケーオッケー。で、あの先っちょだけ例えばこうしとけば、うん、こうやってやっとけばこっち側に咲くことはないみたいな。そう、あ、左右に行くのね。あ、オッケーオッケー。あ、めっちゃ役立つやん、よしソード。そうでしょ。おー、役立つわ。ごめん、あんなひどいこと言って。よかった。この回一番いいやつです、最適回。おう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 、そうやったわ。確かにめっちゃもったいないってみんなで言っとったけど。となるとスイカも欲しいよねっていう。そうだね、確かにね。スイカこの間の旅では見なかったからな。うん、確かに見なかったな。あ、これもメサあったやん。メサ、メサね、うんうん。あー、メサにありがちなの。メサの洞窟の宝箱にあったりするのかな、スイカ。あー、確かに、あそこよくあるもんね、最高のイメージが。そう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 。ね、座標誰かメモした。いや、そんな優れた人間はここじゃいないやろ。っていうレベルで。もう分かんないですよね。そうだね、なるほどね。オッケー。かぼちゃって何に使うんだっけ。食べ物にできるのっけ。クッキーならなんとか。パンプキンパイとかなかった。あ、パンプキンパイもあるね、うん。パンプキンパイはね、なんかちょっとめんどくさかったよね。めんどくせえ割にそんなに回復しへんっていう。いや、回復量はあるんだけど、うん、ま、隠し満腹度があんまりないかな。あ、そうなんだ。俺初めて聞いたわ、隠し満腹度なんて。でも何回か兄貴の口から隠し満腹度のくだり聞いたことあるな。何かは知らんけど、何回か聞いてるのに疑問に思わなかったの。うん、あ、へーって聞いとっただけ。生まれて初めて聞いた気がする。で、結局何なんだろう。あの、めっちゃダメージ食らった時に、うん、HP がガーって回復する時あるじゃないですか。おー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 、あれは隠し満腹度の影響ですね。へー、よくわからなかった。うん、俺もとりあえずへーって言っといた。ものすごい分かってた感じだったよ。あ、でも、うん、なんだろう、金リンゴとか食べた時にすげえ早いなって時はある。そういうこと。ああ、そう、まあそんな感じ、イメージは。ステーキとか、まあ、金人参が、まあ、一番コスパがいいかな。あ、やっぱそうなんだ。金人参なんだ、へえ。そう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 。あ、ジャゲモが1個でかくなった。あれ、これ普通に殴っていいんだっけ。ジャガイモ、これってもうマックスかな。マックスじゃない、もう一段階なかったかな。もう一段階ある。え、どうやったかな。もう一段階あった気がするけど、なんか思ってるよりボーボーになるよね。そう、ボーボーになるんで、あと1段階じゃない。ほんまに、これがさ、うん、中くらいで、これが大なんじゃないのかな。もう一段階あったと思うけどな。ほんまに。俺の記憶でしょうね。兄貴さんが言うならそうでしょう。ほんまに。あ、ここなんかも頭、そう、ここ降りれないような、邪魔やな、かぼちゃじゃ。だからここのにマスなかったのか。何、あ、そうか、何がの、そう、そういうことかもしれない。うん、こう、なんかちょっと外見て、かぼちゃ更新ともう下に降りれへん。ほな、もうかぼちゃ壊したらいいやんか。一列いざけるかよね。うん、よし、じゃあその骨粉で検証してみよう。どう落とし前をつけてくれるかやな、この。もし成長しなかった場合。いやいや、別に、あ、そうかで終わりや。あ、そうなんやで終わりや。まあまあ喧嘩しないの。これ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 、いや、喧嘩の種をまいたのはそっちやでな。種だけにね。あ、
兄貴さんが言うことには、間違いねえみたいな、なんか僕だけ知識がねえみたいな。いきますよ。ほいほい。育つんかーい。ほらこれよ、これこれこれ。兄貴さんが言うことは絶対なのよ、だから。うん、兄貴様の言うことは絶対でしょ。そうなのよ、うん、ですよね兄貴。そうっすよ。ちょっとビクビクしとったくせに、どっちに乗っかろうみたいな。そうやね、どうしようと思って。最終どっちに乗っかろうみたいなありましたので、ね、そうやね、うん、長いものに巻かれるタイプだからね。あ、でもこんなでかくなったんやな、なんかすごい新鮮だな。そう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 、あ、すげえ増える、ね、本当は幸運とかの方がいいんだよね、でもね。そうそうそう、あ、でも2列目まで行ったわ、いいね。こいつを食えるのはいつなんだろうって感じだ、ね、まだ先。じゃあみんな寝るよ。はーい、はーい、はーい。おい、むにゃむにゃ、おい、ポコニャ、え、なになに、多分こっちで寝てくれよ。え、何の旅やってん、あれ。まさか白ベッドにこだわり持たんかい。ごめんごめん、せっかく作れた黄緑のベッドで寝ずに白いベッドで寝るなんて信じられない。こっちのセリフだわ。ありがとう、コミチン。おお、これが僕のベッド。そうでしょ。お、やった、色全部揃ってる。はい、いいじゃんいいじゃん、並べてみるとさらにいいね。ありがとう。おや、ありがとう。兄貴だけ出る尖った場所、ここ普通ここじゃね、この2マスじゃね。どう考えても。ああ、そう、そこはチェスト開きにくくなるし。そうやで、この辺にしとこう。とりあえず、せーの、おやすみなさい。おやすみなさい。よし、おはにゃちは。おはにゃちは。じゃあ何しとったんだっけ結局。まあ入り口、まだちょっとここまでのその動線が悪いから、ちょっとここ一回くねっと曲がりたいな。あとここの3段だけちょっとしたいな、はい、あ、オッケーオッケー、丸いしね。そう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 、それやったらもういいぐらいじゃないですか。もうこれ発展しすぎですよ。そう、また怒られるよね、視聴者さんにね、舐めとんのかって言われる。うん、みんなみんなちょっと聞いてほしい。え、ちょっとそっちに行くから待ってて、呼んでみんな。ここにゃー、ここにゃん、ここにゃーん、なに、見て見て、じゃじゃーん。お、ガラスが一人で焼けた。すごーい、うぜー、ガラスできたぐらいで。いやいやいや、だって一人でかまどで焼いたんだよ、ほら。おお。あー、すごい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 、すげー、見て横のクリア感。あ、でもこれこれ置いてしまったらもう割るしかないんだぞ、これ。シルクタッチないぞ。シルクタッチがないね。え、それ最初に言ってよ。いや、置くのは知らんやん。そうなんだけど。言う前にやったんやって、自分が。もう壊さなきゃいいと思う。オッケー。じゃあ、これは置いとこう、ここに。初めてポコニャンが作ったガラスとして、未来英語を語り継がれる、これ。大切に。うん、しかも、ちょっと場所悪いしな。すげえドヤ顔で持ってきて。いや、すごいでしょ。いや、結構期待したからな、何やろうと思って。だってでもいいやん、うん、一つ一つ成長していいじゃないですか。そう、うん、はい、解散。何やそれ、やりたい放題だわ。何やそれマジで。何の話やん、当て逃げみたいな感じだったな、なあ、ほんとに。じゃあちょっとポコニャン戻ってきてもろて。ポコニャン、ちょっともう疲れちゃったからさ、抱っこしてほしい。抱っこ、もう足が痛いから運んでほしいんだけど。え、疲れちゃったよ。マイクラにそんな機能ねえんやって。早く早く来いって。もう無理だよ、おこみちん。ガラス焼いてヘトヘトなんだもん。おんぶとか、ないんだって。抱っことか。いや、実はね。え、このポコナカクラ。実はこの機能がある。どう？わあ、最高じゃん、これ。抱っこ機能！すげえ！なにそれ？シフト押しながら、にぐりっこすることで、抱っこ。来い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 、もう今日。これしかも、これ、あれだよ、ポコリアンだけじゃなくて、コミチンもできます。ほら、すごい。やめろやめろやめろ、お、大元開き。あ、恥ずかしいやろ。恥ずかしい、恥ずかしい。なので、この機能があるので、なんかポコリアンが危ないって時は、もう誰かがもう持ってこうやって、危ないって逃げる。へ、えー、うん、すげえ。いいね、これでお荷物感がまた。
お荷物感がぐっと増したね。本当のお荷物になってるじゃないの。物理的な。そうだね。名実ともに。お手手に持たれて。うん、可愛いでしょ、でも。より可愛くなった。いいね、いいね。そうですね。より可愛くなったやろ、コミチンが。コミチン。ポコニャンがでしょうに。ポコニャンじゃない。よりコミチンが可愛くなったはずよ、これで。ほで、もうエンディングやから察してこっちに回ってきてくれよ。そうやって、もうごめんごめん、だからさっきからみんな上向いてたのか。うん、もうエンディングの BGM が脳内で流れとるやんね、もうすごいな、3人のあうんの呼吸。もう息ぴったりでしょ。うん、さすがだね。うん、長いんだから我々。いやー、しかし今回あのマジでやりすぎたぐらいいろいろちょっとやっちゃいましたね。ほんとほんと。そうだね、ちょっと気をつけんと。反省。誹謗中傷がすごいと思う。誹謗中傷なの。そんなこと言われる言われある。やりすぎだお前らって。やりすぎだって、うん、言われそう。まあでも皆さんのあのコメントめちゃくちゃ嬉しくて、ほとんどというかほぼほぼ全部読んでますんで。うん、うん、全部読んでる、はい、読んでる。これからもね、たくさんコメント欲しいね。はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を楽しんでくれた方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter もやってますので概要欄をチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。